サンフラワー、サンフラワー、パール。サンフラワー、パールは、フェリー、サンフラワーが運行するフェリー。神戸港と大分港と結ぶ航路に就航している。ダイヤモンドフェリーにより、スターダイヤモンドの台船として、三菱重工業下関造船所で建造され、2008年1月16日に、神戸大分航路の直行便に就航した。船名は、ダイヤモンドフェリーの第二船、フェリーパールに由来する。 関西汽船とダイヤモンドフェリーのフェリーサンフラワーへの統合により2009年11月1日からフェリーサンフラワーによる運航となった。その際、ファンネルマークがダイヤモンドフェリーの頭文字の D のマークからオレンジ一色に変更された。船内デザインは渡辺智之が手掛け、うららをテーマとしたコンセプチュアルストーリーに基づいて作られた。個室はすべて洋室となっている。 2016年にはツーリストルームの一部を改装してプライベートベッドを設置2月26日から使用を開始個室とプライベートベッドの利用者には使い捨てのカードキーが発行される2009年10月21日同系線のサンフラワーゴールドが大分港から神戸港へ航行中油圧式可変ピッチ推進装置の翼角が変わらなく なり、所定の速度で航行できなくなった。原因は設計上の欠陥により、油圧式可変ピッチ推進装置のアウターオイルチューブ、およびボスヘッド締め付け、ボルトに亀裂が生じたためであった。本線でも同様の損傷が確認され、当外部は形状が変更された、対策品と交換された。二千十四年一月九日、十八時十三分、頃。 六甲アイランドフェリーターミナル第一バースで二役中だった元船に西側のバースに着岸しようとしていた貨物船がつながされ接触した。本船の左舷側に貨物船の後部が繰り返し衝突する形となり、本船は船橋左舷下部に破行を生じるなど左舷外犯が損傷した。本船は応急補修後約2時間半遅れで運航された。 2017年12月15日、機関故障が発生し、メカイ、ユラドックへ緊急入居。原因は不明だが故障が深刻であったため9、ヶ月間運休し、2018年8月29日の神戸発便より運行を再開。休行中の2018年5月から8月にかけては、本線の代替として、サンフラワー薩摩1が、別府神戸間を臨時運行した。 ありがとうございます。